どうも、こんにちは、ミカスです。今日はですね、うちのこのスペーシアなんですけど、えー、テレビを走行中見れるようにしたいんですよ。あの、基本自分助手席なんですけど、テレビ見れないと結構不便な時あるんですよね。うーんと、まあ、外していこうと思うんですけど、ま、あ最近の車はですね、非常に簡単で、もうあの、基本的に、ほぼほぼ、なんて言うんですか、こう、つ、爪 で、こう、引っかかってるだけなんですよね。なので、こう、ま、あ、引っ張れば基本的に全部外れます。えー、それがね、楽ですよね。<laughs> よいしょ。はい。で、まあ、ああの、傷がつかないように養生はしてあげた方がいいと思うんですけど、ま、あ、自分はあの、 元プロですので、<laughs> このままやっちゃってますけども、はい。はい。で、えー、一応このナビ周りの枠のところだけ、えー、ネジが2箇所あるみたいですね。 はい。さあ、そしたら、本体外していこうと思うんですけど、まあ一応これはね、置くしかないと思うんで、一応タオルを下に敷きまして、で、まあこっからはね、もうネジ4本です。まあ、ここはね、昔から構造的には変わんないですよね。 もうね、あの、自分が、あの、仕事としてこうやって車やってた時は、もう、うんびゃく台。うんびゃく台とナビをつけ、今時はもうみんな純正ナビついてますけど、昔は純正ナビっていうのがしょっぱいのしかなかったり、そもそもついてなかったりして、えー、カーナビっていうのがよく売れたんですよ。ETC とかね。うんびゃく台と作業しました。ほんと。うんびゃく台じゃ効かないかも。4桁いってるかも。 で、ETC 始まった時なんかはね、1日に ETC30 台とかね、そのぐらいつけた時もありましたね。はい、余談です。ということで、もう、これでね、出てきます。おお、!2D ないんだ、これ。1.5D のサイズなんだ。まあ、今時プレイヤーとかないからな。はい。で、えー、これを割り込ませるわけなんですが、えっ、ー、と、あ、もう完全にこれですね。 はい、これ。ここに、えー、この市販のやつを割り込ませます。で、本当は、本当はね、この線の中のどれかを、まあ、アースにつなげればいいんですよ。なんですけど、線探すのもあれだし、今時はこんな簡単なんでね。で、これアースに落とすんですけど、まあ、オーディオ裏というか、オーディオ横でいいと思います。 すでに、ここ、アースついてますね。じゃあ、ここに一緒によいしょ。一緒に割り込ませましょうか。はい。これだけでもうテレビが見れるようになります。はい。でね、あのー、ナビに関しては、ちょっと とややこしくて、ただアースに落とすだけではないんですよね。で、なんていうのかな。車速を遮るっていう制御をするんですよ、ナビの場合。で、それやると、走行中に例えばナビ使うと、その間だけ車速データがゼロになるんですよ。そうすると、いろいろこう、ズレが出てきて不具合出てくる場合があるんで、なので自分は、テレビだけ、 にします。まあ、ナビの操作はね、あの、最初に目的地設定すれば、そう、そういじらないと思うんですよ。あの、まあ、レクサスもベンツも、まあ、レクサスなんかはオペレーターに言って、どこどこに目的地設定してって言ったら、走りながらでも全然余裕で、 あのー、目的地をね、人任せてできて便利だったんですけど、じゃあベンツはどうだったかというと、音声であれ全部できるんですよね、メルセデスミー,ーなんですけど、別に、そう使わなかった、実際。案内されてる時に。じゃあ、なくても、いいんじゃねっていうのがまあ結論ですね。はい。なので、 まあ、なので、ナビに関しては、なしでいいと、いった感じです。えー、ということでですね、まあ、作業的にはなんですけど、えっ、ー、と、どうだろう。まあ、経験ある方であれば、まあ、5分、10分 <laughs> あれば、終わっちゃうのかな。 まあ何しろ作業的には非常に簡単ですね。はい。で、このパネルは先にくっつけてから、えー、一気に入れちゃうのが、えー、いいと思います。<laughs> はい、終わりしたらハンドル戻してでちょっとエンジンかけちゃいましょう熱いでえっ、ー、と えっとわかったはいわかったわかったでテレビにしてちょっとちょっと動いてみましょうかえー、で走る走ってもテレビが最近はどんな料理作ってるの えー、見れるとはい、いった感じですね以上ですじゃあいねさあいかがだったでしょうかもしよかったらねこっちの方登録お願いしますじゃあいいね